野口春康は日本の映画監督。本名は野口重一。野口博の名でも活動していた。東京府豊玉組代々畑村出身。慶応義塾大学文学部を中退し、1935年に日活玉川設営所へ入社した。主に倉田文人監督作品に助監督としてつく。1939年に監督へ昇進し、初監督作。 歩道の戦線を野口博士名義で演出する。1942年、戦時企業統合により日活の政作部門が大英に吸収合併されたため、松竹京都撮影所へ助監督として移籍し、1945年に松竹大船撮影所へ移る。松竹では助監督身分のままだったが、同社在籍中の1950年に NCS 制作。 東京映画配給の、岡春夫のマドロスの歌を演出している。1954年には制作再開した日活へと戻り、助監督を数本務めた後、同年制作の、俺の拳銃は素早いで、監督として再デビューする。それ以降は、小林明主演の、銀座潜風寺シリーズや赤木慶一郎主演の、拳銃部来トシリーズをはじめとする。 アクション映画や人気映画などのプログラムピクチャーを多数手掛ける。1963年の遊ブ部来監督の際に野口春康へ改名。1967年には日活唯一の怪獣映画である大巨獣合パを演出して新境地を開くが自作関東も疲労ござんす制作中の同年5月23日、心筋拘束のため急成した。 去年54。なお、遺作となった、関東も披露ござんすの演出は、助監督の武田一世に引き継がれ、野口の死去から約1ヶ月後の6月28日に、公開された。特記事項のないものはすべて監督作品。野口博名義、野口重一名義、野口春康名義。ありがとうございます。